こんにちは、イニゾーです。今回紹介するのは、イナバツナとタイカレーレッドです。こちらの缶詰は、エスニック料理の本場、タイで製造されています。こちらが原材料です。カロリーは 100g あたり 186kcal です。エスニック料理の代表的な材料であるココナッツミルクやレモングラスも入ってますね。湯煎で温めていきました。中はこんな感じです。それではご飯に変えてみます。めちゃめちゃいい匂いがします。これは唐辛子ですかね。この通りツナがいっぱい入っています。唐辛子とレモングラスの匂いがしますね。それでは食べてみます。ココナッツミルクの甘さと唐辛子の辛さがちょうどいいです。ツナにもしっかり味が染みています。唐辛子の辛さはじわじわきますが、後引く辛さといった感じで美味しいです。ただ辛いのではなく、旨味のある辛さといった感じです。家で手軽に本格タイカレーを食べることができました。これはかなりおすすめです。それでは今回レビューを終わります。ご視聴ありがとうございました。